皆さん、こんにちは。戦国無双4の6回目の放送となります。今回は、関東の将の第2話、遠江防衛戦をプレイします。いろいろとレベルの低い動画でありますが、一生懸命プレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第6夜、開幕です。さて、やっていきたいなと思います。無双演武やっていきます。一人プレイ。で、関東の将の第2話、遠江防衛戦、難易度3です。これをやっていこうかなと思ってます。じゃあ、やるか。普通でいこう。軍神の攻めをしのぎ切った北条家は、北条三郎を人質として差し出し、上杉と和議を結んだ。三郎は謙信の養子という破格の待遇で迎えられた。これにより北条と上杉の敵対関係は解消される。関東に一時の平穏が訪れた。だが氏康を悩ます事件が西方で勃発する。今川義元亡き後、その今川から独立した徳川家康が遠州の覇権を得るべく動き出したのである。徳川軍は今川の後継氏真のこもる城に押し寄せた。氏真は盟友である北条家に助けを求める。氏康は再び家族と共に氏真を救うべく駆けつけた。そこには九州を滅ぼさんと鬼と化した家康がいた。関東の将、遠江防衛戦。こりゃ、かみさんの実家もぼちぼち危ねえかな。父上、今川家のいい直虎殿が出迎えに参られたようです。いい直虎、いい男っぽい名前。いい直虎です。女かい。え、あの、すみません、なんかすみません。で、いいの、嬢ちゃん、この先どうすんだ。今川に尽くしても先はなさそうだぜ。いきなりそんなこと聞きますか。これから戦おうって家康も、元は今川で世話になってた小僧だ。そいつが今容赦なく今川を潰そうとしてやがる。うさんくせえ信玄の野郎もそうさ。息子切って上洛目指してるってよ。乱世は至る所に鬼を生む。だがそれくらいの覚悟がなけりゃ志は貫けねえってこった。私は鬼は大嫌いです。ふん、ま、あんな奴もいるけどな。やっていきましょうか。じゃあ今回主人公早川でいこう。みんなの力になりたい。姫様、私も行きます。じゃあこの2人で行こうか。やっと操作できるな。じゃあ装備します。まあ、こんなもんでいいかな。大丈夫かな、勝てるかな。では、全部使用確認です。今川北条軍です。全然わかんない。福川軍です。この人どっかで聞いたことあるんだよな。まあいいか。では
遠江防衛戦やっていきたいと思います。行くぜ。ねえねえ、カイ君、遠江ってなんか長い名前だね。かっこいいね。そうかな。遠江って確か今の静岡県西部じゃなかったっけ。戦国時代は大変だったんだな。しっかり囲まれちまいやがって。練習を払うのは骨だぞ。今側から離れるならば今であろう。門を開け、徳川軍を引き入れよ。開門。あ、願いっちゃった。早速。お、よくぞ門を開けてくれた。貴殿らの太鼓決して忘れぬぞ。じゃん。いやすね、景気のいいこと抜かしやがる。キャシ、ほっときゃ離反者が増えちまうか。わかった、まずこの二人倒そうか。いいな、音だって面白いね。すぐに謝るところは、カイ君も似てるなぁ。ポケモンの次に。そうなのかな。敵さん強いな。ナイスです。回避に向かいます。我が軍に挑め。マジか、また寝返り。まだ寝返るわけにもいくまい。他の者の接触する家康殿への手土産といたそう。わかりました。え、本田忠勝いるよ、怖っ。本田忠勝は強すぎるため、できるだけ離れて戦おう。やべえな。馬なしかい。まずいな、追いつけばいいんだけど。よかった、間に合いそうだね。ドアー。良き敵に巡り合えた。よし、オッケー、オッケー、いいよ。次誰を倒せばいいんだ。今側の人たち白状すぎるんじゃないの。両国でダンスが渡りない。彼らを攻めることなんてできないわ。さけの者どもに北条の絆を見せつけてやる。ジステル、アイロード。2階に行ってしまったか。北条が動くか。今川勢の揺さぶりは良い。城内へ攻め込むのだ。で、ちょっと早川殿、ポジーさんを頼む。了解でごわす。徳川の奴らは2階までで食い止めろ。それより上には入れるんじゃねえぞ。わかりました。坂木原、坂木原、どっかで聞いたことある。真田丸でも徳川軍に坂木原って人いたと思う。きっとその人だと思うよ。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ。うむ、倒したぜ。また
ちょっと早川殿何やってんの、鳥居さん任せて。こんなんじゃ肩慣らしにもなんないわ。急げ。やばいやばい。そういえばはい、了解。勝敗条件分かんなかった。さて3回、もうダメかと思うけど3回いくか。ほら早川殿、今度はこっちやってくれ。早川殿も海君に指示されて大変だろうな。うん、忙しいな。なんかよくわかんないけど敵さんが止まってくれたおかげでミッションクリアできそうだね。痛い。ナイスだ。ウリー・モクタダさんか、あなたは知ってるよ。1以上の戦いで確かこの人だったのかな、主役は。まあ、それは置いといてまず倒さないと。よし、まず1人目 OK。 また出てきたか。仕方がない、相手にしよう。お手合わせ願おうか。頭冷やせば。さっき忙しいね。じゃ高木さんさようなら。OK、 じゃあ買いますね、早川で行くよ。カイ姫お願いします。よく敵に巡り合えた。ナイス。ハイ姫、ハイ姫やりやすいね。オッケー、いいよ。ナイスです。敵将撃ち取ったり。やってみる。父より継いだ太鼓、マロの代で潰すわけにはゆかぬの。うむ、そうだね。あの小僧、頭に血が上っちまったが、守ってやるよりねえな。戦場で主君に忠を尽くすのがいいの。花粉、氏真様は私がお守りします。氏真メスべし。何、半蔵出てきやがったの。わかった。何、忍者隊。ちょっ
っと、カイ姫忍者隊お願い。任せといて。待って、半蔵も倒さなきゃ。こんなんじゃ、肩慣らしにもなんないわ。ここ、馬使えないのでかいな。負けてしまうとは。負けてしまったぞ。真面目なこった。ありゃ、どっちにだ。始末する。反応悪いな、倒させてもらうよ。氏真を助けるんだ。終わり。大したことなかったね。よし、なんと素晴らしき戦果よ。敵の包囲が崩れないんだ。無事だね。もうとんずらしまったらどうだ。ふっ、打ち足を様。マロはまだ、な、何をするの。何、どうしたの。あと一人ね。おまかせよ、マロはとんずらしますの。おかしいぞ。わかった。勢いのまま勝利を決する。天軍で天守閣を落とすのだ。 OK。 氏真どこだ。氏真、氏真を防衛しないといけないね。キョイ、イナも参ります。ひな姫まで出てきちゃったな。家康もいよいよ本気を出してきたわね。私も燃えてきた。容赦のない攻め。やはり家康は乱世に生き残るため鬼になったのね。やっ、ここで果てるわけには。うむ、今川氏真ね、早いな。いや、いいんだけど、早い方がいいんだけどさ。あれ、落ちんの。うわお、いっぱいいますね。は、離せ、無礼者。これで終わり。我がこうにしてくれるわ。あれよっと、どこ行った、どこ行った。耐えきれん、聞かせてもらう。よっしゃー、いたー。打ち取りました。じゃあそのまま氏真を迎え、お見送りじゃん、お見送りにして、それで終わりかな。松平定勝、いやー、知らない人ばっかりだな。OK。あれ、そうか、引っかかったの。これにて任務完了。あ、そうなんだ。あ、知らなかった。よかった。包囲も突破できんだろ。寄ってきた奴らを撃って下から家康を狙え。敵本陣の南は忠勝の野郎が守ってやがる。地下を通って北から攻めろ。マロは何をしておったのかの。だマジか。どのような手でこの戦況を覆しにかかるか。さすがよな、
いや、大変だな。力を呼ばせ。オッケー。なんと素晴らしき戦果よ。ここは引くぞ。おお、いいな、お父さんいます。ここも許しかねえわけだ。こんな方たちが娘、みんな、いざ尋常に勝負。全く必要がないんだから。打ち取ったり。負けない。無念じゃ。あれどこ行った？あ、いた。強いな。大丈夫？いや、まだ大丈夫だ。救援要請したい。じゃあね、打ち取ったり。仕方ない、終わりにしていくか。あなたを超えてみせます。よし、じゃあ早くからの行こう。全部将を倒した時間がかかりすぎるため、そのまま総大将家康を倒しに行くよ。オッケー。じゃあこの勢いで家康と戦おう。負けてしまうとは。よいしょっと。太平の世を築くためならば、わしは鬼と蔑まれようとも構わぬ。大使を遂げようとする覚悟、これが鬼の正体なの。仕方ない、アイテム使おう。これで終わり。みんなのためなら戦い続けられる。いくよー。ナイスだ。あっという間に倒しちゃったね。これにて一件落着ってわけにはいかねえか。甲斐にはうさんくせえ野郎も控えてるしな。おめでとうございます、クリアできましたね。オッケー。あ、じゃあ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 、やってないやつ、いや、こんなにやってないやつあると思わなかった。そうかそうか、失礼。18,000、これだけでもすごいと思うけどね。おお、レベル5。よし、レベル5まで上がったぞ。武器はそんなの、そんなに手に入んなかったな。OK。昔仕えてた家を滅ぼそうとするなんて。家康はやっぱり鬼よ。違う、ね、違う。あ、すいません。やめて。乱世に善悪を論じたって答えは出ない。直虎さんの家だっていろいろと事情を抱えているようだし。はい、義元様が亡くなった今川家には遠州を守り抜くだけの力が。かといって小さな井伊家だけでは徳川や武田に対抗のしようがありませんから。今日の味方が明日には敵になることもある。悲しいけどそういう時代なの。カーッツ、そうやって物分かりよく諦めちゃうのって私は嫌ですから。絶対。なんかカイさんって激しいな。でもちょっとかっこいいかも。そうなの、男前なの。というわけで今回はここまでだよ。このコーナー自由にお話しする時間です。ごゆっくりお楽しみください。それではスタート。
今回、イーナオトラさんが登場しました。結構独特で面白いキャラしてましたね。カイ姫にビビっているところ、個人的に面白かったよ。カイ君はナオトラのこと、どう感じたかい？可愛い容姿しているなーって感じたかな。あと、武器持ってないんだなー。蹴りで戦ってるのか。カイ君にしては、らしくない回答だな。とりあえず、アメちゃんをあげよう。それ。うっほほーい、アメちゃんだー。うまいの？カイさんって、本当に単純な人ですね。まあ、いいんじゃないかい？さあ、次回はどこが舞台になるのかなー？楽しみだな。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。また会いましょう。じゃあねー。